すぐ継承者に会えますね。心の準備はいいですか？それならってダメです。弟子のふりといえども何も知らないわけにはいきません。部外者に教えてはいけないという決まりがありますが、あなただったら別に問題ないですよね。私の先生術は水占の術。その名の通り、水面に映る星空を観察することで行います。手本を見せるのでよく見ていてください。現在の星座と動きを見るに、例の継承者はセピルス騎士団の人で、若く有能な女性。その情報だと、まさかリサさんか？もうすぐここで会えます。よし、これぐらいの情報があれば十分ですよね。まあ一番基本となる先生術でも一目見てわかるようなものじゃありませんからね。この辺はおいおいゆっくりと説明します。どうやら彼女が来たようです。わあ、栄誉騎士のお姉ちゃん、それとパイモンちゃん、おかえりなさい。彼女こそ例の偉大なる学識の継承者です。継承者？そうです、星の海の秘密を知り尽くした先生術師とはズバリこの私のこと。私がここに来ると分かったからあなたもここに来たんですよね。星の海？星の海って何？そこにも魚がいるの？魚？いやいや、とぼけないでください。まさか私との勝負が怖いんじゃないですよね。お姉ちゃんこそ一体何を言ってるの？クレー、わからないよ。私の先生術が外れるなんてことありません。念のため聞きますが、あなたのお母さんはアリスさん、そうですね？そうだよ。あ、お姉ちゃんママのお友達なんだね。でもママは今とても遠いところに行ってるよ。ええ、知ってます。それが先生術の結果ですから。でも彼女がここを立つ前、神秘学の知識を全部あなたに教えていますよね。神秘学知識？よくわからないけど、ボンボン爆弾の作り方ならママから教わったよ。クレイのお母さんがモナの師匠の友人兼ライバルだったのか？そうです。師匠は先生術が得意でしたが、それ以外は空っ騎士でした。ですがアリスさんは違います。彼女はあらゆる神秘学の知識を知り尽くす天才でした。そうだったのか。でもクレイはまだ小さいし、たとえそういう知識を聞かされていたとしても理解できてないだろう。そうですね、血筋は引いていても知識までは引き継げていなかったようです。参りましたね。これじゃ勝負になりません。そうだクレイちゃん、アリスさんが出発する前、50年の約束と箱のことを教えてもらっていませんか？うん、それなら知ってるよ。お姉ちゃんはあの箱を取りに来たんだね。探すからちょっと待ってて。これじゃない、これも違う、違う違う、これも違う。あ、思い出した、クレイの新しい宝物と一緒に風たちの地に隠したんだ。取ってくるからちょっと待っててね。おいおい、カバンは置きっぱなしでいいのか？私が片付けるから、あなたたちはあの子を追ってください。はあ、あの子そそっかしいですね。箱は大丈夫でしょうか？だったー。
ここだよ。宝物を掘り出そう。そんなことないよ。クレイは印をつけておいたから間違えたりしないよ。わっ、クソスライム。とりあえず片付けよう。待ちくたびれました。暇つぶしにこれを読んでいたのですが、わけのわからない日記で全然面白くありません。クレイちゃんのカバンから落ちた本だったので、古代の知識でも書いてあるかと期待したのですが。それより箱は見つかりましたか？見つけたよ。ほら、壊れてない。よかったです。ちょっと待ってください。どうして鍵がかかってないんですか？中身はそんな空っぽ？なんだって？クレイはね、この箱にクレイが集めた宝物を入れてたんだ。はい？姉ちゃんがこの箱を欲しいって言うから、クレイの宝物は出しておいたの。だから今は空っぽ。この箱を入れ物として使っていたってことですか？じゃあ最初に入っていたものは？それが欲しいんです。あれ、箱に入ってたものが欲しかったの？ならそう教えてくれたらよかったのに。まさか壊してないですよね？大丈夫、壊してないよ。もともと入ってたものはお姉ちゃんが今手に持ってる本だよ。そんなこの本、この日記って、おばばが、50年前のおばばが書いた日記？50年が過ぎた今、少女時代の黒歴史を回収するつもりだったということですか？しまった。通りで何があっても中は見ちゃいけない、見たらおしまいだっておばばが言っていたわけです。クレイ、またトラブル起こしちゃった。だって箱が欲しいって言ったのはお姉ちゃんだもん。中身の話をしなかったから。クレイ、何も知らないよ。先に帰るね。いや、でもモナが日記を見たことさえ言わなければ、師匠に知られる心配もないだろう。それは無理です。先生術の前で嘘は通じません。あなたたちも経験したでしょ。全財産を使ってモンドまで来たのに、知識を得るどころか戻れなくなるなんてどうすればいいんですか？さすがにかわいそうだな。そうだ、本の内容を全部忘れた頃に戻ったらどうだ？そう簡単に忘れられませんよ。それにモンドに残りたくとも。そう、違います。あなた本当に空気読まない人ですね。仕方ないだろう。それが嫌なら師匠のところに戻るしかないな。もう言わないでください。こうなったらしょうがありません。決めました。しばしモンドに滞在することにします。おばばが天寿を全うすれば私も自由の身になれます。ですが、先生術の研究はどうしましょう？いや、まず住むところを探さないといけませんね。それなら冒険者協会のキャサリンに聞いてみたらどうだ？何か助けてくれるかもしれないぞ。冒険者協会？そうですね、
依頼をこなせばあれがもらえますからね。ありがとうございます。その私、いや何でもありません。急がないと。行くわよ。星と深淵を目指せ。なるほど、事情は分かりました。今モンドには空いている魔法実験室が一部屋あります。封印を解くことができる者もこのモンドには数名いますが、その人たちもしその先生術師さんが封印を解くことができたら、きっと部屋の主も彼女が使うのを快諾してくれると思います。分かりました。では早速部屋の場所を案内しますね。はっ！はっ！この封印を施した人物はただ者じゃありません。強行突破はほぼ不可能ですね。ですがだからこそ面白いです。私の先生術の知識を使うに値します。どれどれ。ふむふむ、なるほど。これがこうなってそれ。よし、開きました。おー、すごいな。あとはキャサリンに報告すればここに泊まらせてもらえると思うぞ。その必要はないぞ。礼を言わせてくれ。このお方は。ああ、私がこの部屋の所有者のゲーテだ。先ほど冒険者協会の前を通った時にキャサリンから君たちのことを聞いてね。まさかこんなに早くこの厄介な封印を解いてくれるとは。それってつまりここに泊まっていいってことですか？ああ、もちろんだ。どうせ今までずっと放置していたんだし、誰かの役に立つならむしろ嬉しいよ。お礼としてこの部屋を格安で君に貸そう。貸す？賃貸だなんて聞いていません。それに私は協力してあげたのに。協力？ああ、もちろんわかっている。君には本当に感謝しているさ。だからこその特別価格だ。私が言いたいのはですね、モナは誤解してたみたいだな。でも、はあ、仕方ないです。この部屋を借ります。よし、決まりだ。手続きの準備をしてくるからここで少し待っていてくれ。今回はありがとうございました。それとごめんなさい、あなたとの約束しばらく叶いそうにありません。先生術用の設備も新たな知識も得られなかった私では、あなたの運命を見るのにもう少し時間が必要です。でも約束します、準備が整ったら真っ先にあなたのことを占ってあげますから。ありがとうございます。あなたと旅を共にできたのは私の運命、それもいい運命だったのかもしれません。あなたたちの冒険がうまくいくことを願っていますね。私もこれからのことを考えようと思います。先生術を金儲けに使わないとなるとどうやって生きていくんだろうな。やっぱたまに彼女の安否を確認しに行った方がいいよな。空腹で倒れてたらまずいし。静かに、実験中です。あなたでしたか。今あなたのためにいろいろと試しているところだったんです。もう少ししたら成果が得られると思います。空腹で倒れたりはしないから心配しないでください。
一応お金を稼ぐ方法は見つけましたから。